Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 お疲れ様です、オワリさん。おや、レイジ君、一昨日は朝のを送り届けてもらってすまなかったね。それで浅野とユーノの家には上がらせてもらったのかい？はい、ユーノさんが上がっていくように勧めてくれたんで。そうかそうか。どこまで行っちゃったんだい？まさかお茶だけ飲んで帰ってきたわけじゃなかろう？ジャッジメントセブンの代表として、そこのところはきちんと聞いておく義務があるからね。さあ、包み隠さず話してもらおうか。何もやってませんよ。ただ二人の家でついうっかり寝ちゃっただけですから。それで朝ごはんをごちそうになって帰ってきただけです。はあ、なんだね君、家に上がったのに何もなかったっていうのかい？それでも男かね？それでも男ですよ。オワリさんとは違いますけどね。そういえば浅野さんって以前は浅草で路上ライブをしてたんですね。そこで尾張さんがジャッジメントセブンにスカウトしたって聞いたんですけど、どうして浅野さんを誘ったんですか？君、そんなの決まってるじゃないか。あまりに聞くに耐えない歌を続けるものだから、やめさせるために雇うしかなかったんだよ。時にレイジ君、君はターニシカに試験勉強を教えてもらうんだったね。ああ、そうでした。はっはっは、まあ、頑張ってくれたまえ。それじゃ試験勉強を始めるのだ。スパルタで行くから覚悟するのだ。タチアナ、本当に大学の勉強わかるのか？当たり前なのだ。ターニは博士号を持っているのだぞ。大学の勉強くらいへのカッパッパーなのだ。レジ、何の曲からやるのだ？どこからでもかかってくるのだ。何を勉強するのだ？現代文学論だよ。ほら、中学校でも国語で物語とか読むだろ。あれをもうちょっと深く掘り下げたような勉強だよ。だったらターニにもわかるのだ。ちょっと教科書を貸すのだ。タチアナ、無理に教えなくたっていいんだぞ。多分現代文学なら自分でわかると思うし。
遠慮なんていらないぞ。家庭教師のターニャに任せるのだ。それじゃあ問題を出すのだ。間違えたらお尻ペンペンの刑だから覚悟するのだぞ。ちなみにお尻ペンペンされてる動画はネットで配信するからな。楽しみにしてるのだ。今からターニャがことわざを言うから、それと同じ意味のことわざを答えるのだ。教科書に載ってるやつだから答えられるはずだぞ。第一問、四股に寿司と同じ意味のことわざはなんだ。え、四股寿司。制限時間は10秒なのだ。さっさと答えるのだ。ここでおバカなレイジに大ヒントなのだ。意味は浅野にマイクを渡した時の最強な状態のことなのだ。鬼に金棒。正解なのだ。おお、やっぱり。ちょっとヒントを出しすぎたかもしれないのだ。さあ、また失敗か。今回もエロリーちゃんが出てきたね。ちょっとオワリ、何度私たちにエロリーの大群を見せるつもり。もう怒りを通り越してげんなりなんですけど。そうね、エロリーに罪はないけれど、いい加減飽きてきたわ。それじゃあ彼女の代わりにベロベロスでも表示するかい。それだけはやめてちょうだい。エロリーちゃんに会えるのは嬉しいけど、どうせならユウももう一回あの世界に行きたいな。我が輩も同感だ。新世界への扉を開くには何が足りないというのだ。やっぱり新世界体験なんて起こらないのだ。これ以上やっても時間の無駄なのだ。なことはない。俺たちは確かに新世界体験をしたんだ。あの体験は絶対に夢でも幻でもない。おそらくまだ実験に穴があるはずだ。それを見つけることができれば再び新世界へ行くことができるはず。そんなこと言ってもターニは信じられないけどな。そうだ、タニシカ。ワールドプログラムの解析プログラムの制作は進んでいるかね。苦戦してるのだ。それもこれも世界のプログラムが変態すぎるからなのだ。でもタニは変態なんかに負けないのだ。それじゃ今日の実験はこれまでとしよう。本来ならこれで解散だけど、開発室で待機していてくれ。みんなに渡すものがあるからね。レイジ、世界は何をくれるんだろうな。ガジガジ君だと嬉しいのだ。
やあみんな、待たせたね。さてレイジ君、今日は何日だかわかるかい？え、25日ですけど。そうだ、25日といえば給料日。おう、そういえばそうだったわね。すっかり忘れてたわ。わーい、お給料日だ。今月の生活費ギリギリだったんだよね。僕もです。なんだかんだ毎月給料日前はピンチなんですよね。これで欲しかった画材が買えるわ。早速ネットで注文しないと。次はレイジ君だね。今月分のアルバイト代だ。まあうちはアルバイト代といっても固定給だから、間違っても時給換算などしないように。はい、ありがとうございます。次はターニャの番なのだ。え、タチアナにもあるんですか？もちろんだ。ターニチカもジャッジメントセブンの仲間だからね。早速開けてみるのだ。にゃふん、ガジガジ君の当たり棒なのだ。それを持ってファイマに行くといい。一本タダでもらえるからね。イルカさん、何やってるんですか？よくぞ聞いてくれたな、レイジーよ。我が輩は今、新作ゲームに登場する極めて重要なエンブレムのラフデザインを作成していたのだ。え、新作ゲームってワールドエンドヘブンのことですよね？発音が違うぞ。ただし…なになに？何の話してるの？イルカさんと新作のゲームの話をしてるんです。このデザインがゲーム中で重要なものみたいで。そうなんだ。イルカさん、このデザインって何なの？これは作中に登場する悪の秘密組織に関するものだ。今彼らの象徴となるマークを考案しているところでな。夏美先生に正式に発注する前準備なのだが。の秘密組織か。なんかかっこいいね。もう設定もできてるの？まだ完全には固まってはおらぬが、今作のテーマ通りスーパーホットになる予定だ。悪の秘密組織の思惑により徐々に蝕まれていく東京。その狡猾かつ残虐な侵略に怯え逃げ惑う人々。果たして主人公たちは悪の秘密組織から東京、いや世界を救うことができるのか。全世界を震撼させるスペクタクル超大作が今幕を開くと、大まかに言えばこんな感じだ。もう言うの全然わかんないや。僕もです。なんか壮大な話っぽいですけど、具体的なところがふわっとしてるっていうか。なるほどね。なんとなくイメージはつかめたわ。さすが
夏美先生、この複雑怪奇なストーリーを瞬時に把握するとは。すごい、なっちゃん、あれだけでわかるなんて。もしかして夏美さんとイルカさんって波長が合うっていうか、ちょっと似てるのかもしれませんね。私とこの中二豚が似てる。はは、面白くて死にそう。あ、やっぱり全然似てないです。似ても似つかないですね。そう、ならいいのよ。イルカさん、何か手伝えることがあれば言ってください。雑用くらいならできるんで。ほう、では浅野を呼んできてくれるか。作曲担当にもイメージを共有しておきたいのでな。わかりました。浅野さん、起きてください。浅野さん。浅野さん、こんなところでお腹出して寝てたら風邪ひいちゃいますよ。寝ぼけてないで早く起きてください。いや、怖い、やだ、近づかないで。浅野さん、あれ、あんた何床に転がってんの。寝ぼけた浅野さんに突き飛ばされたんですよ。ああ、そうだったのね。ごめんごめん。でもほら、故意にやったわけじゃないし、不可抗力ってやつよ。浅野さん、ずいぶんうなされてたみたいでしたけど、怖い夢でも見てたんですか。まあそうね。あのさ、私寝てる間に何か言ってなかった。ああ、いろいろ言ってましたよ。最初は可愛い男の子発見って言ってて、その後はユウのあと5分って言ってました。そうなのね。あとは
怖い、やだ、近づかないでって言ってましたよ。そっか。浅野さん、悪夢は人に話した方がいいって言いますし、僕でよければ話ぐらい聞きますよ。ううん、別に平気。それほど怖い夢だったわけじゃないし。それより何か用でもあったの？ああ、そうなんです。イルカさんが新作ゲームのイメージを共有したいって言ってて、それで浅野さんを呼びに来たんです。そうだったんだ。それじゃあ、めんどくさいけど行ってやろっかな。レイジ、呼びに来てくれてありがとう。